よし、今日は20日、給料日。よし。え？手取り13万。あれ？17万って買い取ったんじゃないの？パッ。まあ、控除で4万も引かれた。あ、そや、支払い忘れとったな。今月は、家賃が5万。ワンルームでね、ワンルームのマンションでこんなするんか。で、光熱費1万。電気代2000。あ、まあまあそんな感じなのかな。水道代4000。高っ。ガス代。え？プロパンガスってあんまり使ってないよ。5、6000もするの。俺今月風呂沸かしたの3、4回だけやのにな。自炊も全然してないし、外食やし。全部シャワーやったのに。高っ。あ、一人暮らしやしな。なんかあった時のために、医療保険入っとかなあかんな。なんかもったいない気がするけど、入っとかんかな。今まで親のやつ入っとったけどな。入れへんのか。8000円。マイソフトバンク調べるか。携帯代。1万4000。え？で、Wi-Fi 5000。だいたい2万。2万もするの？車ローン。ワゴン R を36万で買ったから、月々1万ずつか。うわ、最初1万だけは持ってたのに、ちょっときついな。うわ、車買ったしな。車なんて生活できんしな。保険も入らなあかんな、こっちの。うわ、未保険なんぼやろ。2万 ?18 歳で2万とか払えんやん。自炊しなあかんな。今日ももやし炒めか。ごちそう、セセリのもやし炒め。うわ、みんな飲みに行っていいな。こんな高そうなご飯ばっかりと羨ましいな。皆さんこんにちは、トモヤです。今日はですね、18歳一人暮らしあるあるをやってみました。だいたいね、就職してこれぐらいなんですよね。手取りでだいたい13万で、生活費はだいたいこれぐらいですね。ほとんどの人は親の助けをね、借りるんですけど、まあ、借りれない人もね、中にはいるんで、そういう人とかはだいたいこういう生活でみんな苦労していくのかなと思いますね。やっぱり同級生のインスタのストーリーとか羨ましかったですね。でね、給料増えて早速飲みに行きましたもんね、転職して。そんぐらいね、羨ましかったですね。一人暮らしした時はもう1ヶ月で4、5万ぐらい使ってましたね、飲みに。もうね、友達と行ったりとか、全然一人で飲みに行ってたりとか、そんぐらいね、羨ましくて、なんかもらったと行きましたね。まあ、普通にやってる人とかはそんなことないと思うんですけど、そういうのも思い出してね、あ、今って幸せなんやなっていうのを思いました。びっくりしましたね。なんか、社会人になって、とりあえず働けば、一人でね、生活していけることをイメージしとったんですけど、現実はこんな感じなんで、難しい話ですよね。まあ、そんな感じで再現してみました。チャンネル登録よろしくお願いします。なんか他にもね、再現してほしいこととかあったら、コメントとかしていただいて、チャンネル登録してみてください。こんな感じです。いや、確かに手取り13万は生活めちゃくちゃきついんですよね。ちょっとね、参考にしてもらいたいなと思って、僕の生活費をね、ちょっと言おうと思いますね。こういうのは助けになるのかなと思って、あんまりね、その月生活費にどれぐらい払ってるかとか言わん人の方が多いんでね、参考にしてもらえたら思って僕のやつを言います。月々、あ、これじゃなかった。東京海上日動の保険入っててだいたい8000ぐらいですね。で、ソニー生命、東京海上日動は車の任意の保険ですよね。事故起きた時に支払えるように、この保険が8000で、ソニー生命が8000、医療保険ですね。これ医療保険です。で、家賃が48000、これ5万ぐらい。車をね、買えたんで月2万ちょっとぐらいですね、払ってるんですけど、あとはね、ガス代がこの月3368円なんですけど、冬場でね、なんかいきなりガス代が高なって、今月7000ぐらいですね。まあ、電気代はね、2000ぐらいなんですけど、で、水道代が2ヶ月に1回で、5000ぐらいかな。だいたいそれぐらいですね。だいたいあとは、まあ、ジム行ったりとか、そんな感じで、ね、消えてますね。
ご飯ってめっちゃ使っちゃうんですよね。高校の時は貯めれとったんですけど、お金、社会人になって高校のバイトで 30-40万ぐらい貯まってたんで、そんなにね金遣いは荒い方じゃないんですけど、だから一人暮らし来て何にお金を使ってるかって言ったら、やっぱり食費にね消えちゃうことが多いんで、やっぱりね美味しいご飯を作ってくれる人と出会えたらいいなと思います。そんな感じですね。ぜひご飯に自信ある人は作りに来てください。 YouTube チャンネルね撮ってもいいと思うんで、一緒にご飯作りましょう。コラボっていう形でもいいですし、単純にね YouTube 出てみたいなって思う人は僕に力を貸してください。いやでも料理うまい人、年上の先輩とかに聞いたら、結婚するなら料理うまい人がいいって言いますね。まあ僕もやっぱね美味しい料理食いたいですよね。結構ね仕事終わったら気力がなくなるんで、外食で済ませることが結構多いんで、帰ってた時にご飯とか作っとってくれたらめちゃくちゃ嬉しいんで、やっぱね母親とかのありがたみも分かりましたね、一人暮らしで。そんな感じです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録お願いします。